東日本大震災から10年、未だに傷が癒えない被災地でトラック野郎たちがデコトラの明かりでサプライズ。一番自分の中で意外だったのはやっぱデコトラ。あんなにこうこっちの心まで照らされるとは思いませんでしたし、特に子供たちの心を照らそうって本当考えてくれてたんだなと思うと、なんか見てるだけでもう本当勇気がもらえたなと。若き花火師はサプライズ花火をプレゼント。おー、私も本当に普段花火大会行くくらい花火大好きだったんで、去年はすごい寂し、私自身も寂しかったんですけど、一つ一つに皆さんの思いが込められているんだなっていうのを改めて実感しました。大会が中止になり苦悩する合唱部の生徒たち、サプライズを仕掛けたのは広瀬香美です。こんにちは。伊那学園の皆さんにこう語りかけてる姿見て、広瀬さんいつもすごい YouTube でもずっとニコニコしてて、途中途中もハハハって笑、あの大きく笑って、私も辛いと笑顔になるんですよ。でもそれはこう広瀬さんも辛いとかこう悔しいっていう経験をこう胸にあるからこそ、一つ一つの言葉がよりこう強く感じるし、メッセージもあのガーンとガツンともらえるんだなと思って。家で一人で飲む機会が多くて、一人でねもう酔いながら漫画読むのが大好きなんですよ。漫画大好きなんで、はい、わーってその方がなんかグッと思えるんですけど、得したなと思うのは朝になったら全部忘れてるんですよ。二度楽しめるんですよ。最高じゃないですか。最高リセット。朝もう一回新鮮な気持ちで、こうなってんのと同じリアクションしてますから。すごい。鬼滅なんか二周してますからね。いいなー、味わいたい。また一回酔いつもりで。ではい、私がこうお仕事してる間に楽屋にあの女優の上白石萌音さんがやってきてくださって、で私がお仕事終わって楽屋入ったら、もうなんかチョコレートとあとリラックスグッズみたいなものを置き手紙とともに置いてくださってて、なんて心温まるサプライズなんだろうって。私もいつか萌音ちゃんになんかそういうお返しサプライズをしたいなって、めちゃくちゃ心が温まってこの現場に入りました。島田洋七さんとメルトモなんですけど。え、そうなんですか。そうなんですよ。すごいびっくりしたメールが、こう久しぶり、お久しぶりです、お元気ですかっていうふうに送ったら、返信が元気だよ、暇すぎて島田洋七から暇田洋七に改名しようかと思っているっていうふうに送られてきて、ちょっとなんて返していいか。大丈夫大丈夫、クロちゃん大丈夫ですか。あの人多分それ定型文になってると思う。丸とかこの点が打てないんですよね。この点って打てないから、こう多分あの久しぶり元気だよみたいな、なんか全部こう一連なんですよ。一息で一分じゃん。全部一分なんですよ。トークもマシンガンですからね。さすがね。出ちゃってるんですかね。メールもすごい人とメールともやるな。意外。今辛い思いをしている人たちに笑顔になってもらいたい。若き花火師はサプライズ花火をプレゼント。おー、8文字の仕掛け花火に込めたあるメッセージとは。大会が中止になり苦悩する合唱部の生徒たち、サプライズを仕掛けたのは広瀬香美です。こんにちは。広瀬が語った言葉とは。苦しみや悲しみや悔しさを経験して、東日本大震災から10年、未だに傷が癒えない被災地でトラック野郎たちがデコトラの明かりでサプライズ。日本を元気にスマイルサプライズ。28日夜7時。